うっす、ゴゴッチです。最強電電の電電にらめっこ、クソゲーと名高いですが、完全攻略いたしました。まあ結構勝ち方っていうのがね、ちょっとわからなくて、運ゲー運ゲーって言われてるんやけども、まあ確かに運ゲーではあるんやけども、まあ勝率はだいぶ高いよっていうのを見せつけていこうかなと。そして手札が強すぎるな、これ。ちょっとこういう攻略とか言ってるのに、手札が強いだけやんけってなるやん、これ。ひとまずルールのおさらいで、1個目の数字しか出せない大富豪ってところで、まあ、階段とかはあるけども、まあ、矢切りみたいなのはないよっていうルールで、毎回1枚ずつ引かされるっていう感じかな。このゲームはやっぱり勝ち筋が必要で、大富豪でいうところの、まあ、矢切りで切って最後1枚出すとか、まあそういう感じ。革命して、弱いのを手札に残しといて、弱いのいっぱい出して勝つとか。このゲームの勝ち筋は、例えば1、3、5とか、2、4、6とか、1個抜けで手札に残しておいたり、階段、まあ1、2、3とかで並ぶような数字を揃える。もしくは2を残す、ジョーカーを残す。これが、勝ち筋です。で、一番楽なのが2を残すっていう戦法が一番楽。このゲーム、運ゲーって言われるゆえんが、このカードを1枚引かされることによって、最後1枚手札を残した状態にしても、ああ、運よく上がれてもた。まあ、これは運がいいパターンね。で、まあ、1枚引かされることによって、最後残り1枚にしたとしても、1枚増えるから、そのまま上がれないっていうところだよね。その最後に1枚引かされるカードによって、上がれるか上がれないかっていう風になってしまうと。というのを改善するべく、2を残しておいたり、ジョーカーを残しておくと、一番楽に勝てる。何が来ても、2出すか、ジョーカーでまとめて、2枚として出すっていう戦法が取れるんで。はい。で、今これ、手札をちょっと減らします。手札を減らすことによって、まあ、上がりに近づいていくと。で、これは10ね。これは出してくれるのを、まあ、読むというか、お願いって感じ。これはうまくいった形やね。さあ、なんかいいの来るかな？ああ、いい感じ、いい感じ。これ5、6出してほしいな。おお、来た。これ6来たら勝ち。はい、来た。このようにして簡単に勝つことができますよと。参考にしてみてね。では、まったりとした電電ライフを。